していたスフォルザ家の当主。フランチェスコ・スフォルザの4男で、カレアッツォの弟。通称イルモーロ。イルモーロの異名は、ムーア人のように色黒だったことからついたと言われている。スイス傭兵を統率して、レオナルド・ダ・ヴィンチの初期パトロンとして、最後の晩餐の作成を依頼したことでも有名である。フェラーラ公エルコレ・一世デステの次女ベアトリーチェと結婚し、 後継者のマッシミリアーノ・フランチェスコラ三子を設けた。また、数多くの愛称を持ち、その一人、チェチーリアガアルレラーニが、諸子チェザーレを、同じクルクレツやクリベッリが、ジョバンニ・パオロを生んでいる。1476年に、老い、ジャンガレアッツォの摂政となったが、事実上のミラノの支配者となり、ナポリ王国の王女を目とった老いのジャンガレアッツォらを、スフォルツァ城から追い出した。 そのため、フォールリのリアーリオ家に嫁いだ、名のカテリーナとも距離を置かれた。1499年にルドビーコの後ろ盾である、神聖ローマ皇帝のハプスブルク家が、フランス王国と対決した。ルドビーコは神聖ローマ帝国につき、翌1500年に、ジャンジャコモトリブルツヨが率いるフランス軍は、スフォルツ城を包囲し、相互に、スイス傭兵を率いていた。 しかし、1500年のノバーラの戦いで、敗下のスイス傭兵の裏切りのために、ルドビーコは、窮地に追い込まれてしまい、一部のスイス傭兵の行為で、スイス傭兵に仮装して、脱出を試みた。しかし、500クローネンの報酬に釣られた、ウーリ州の傭兵隊長のルドルフ・トゥールマンが、密かに、フランス軍に密告したため、ルドビーコは、ルドルフの手勢に囚われて、フランス軍に引き渡された。 これが名高い、ノワーラの裏切りである。ルドビーコは、そのまま1508年まで投獄され、極死した。ありがとうございます。